伊賀流の真髄を見せん。星の子ってのを見せつけてやれ。三人な信長に従い続ければ徳川もいずれここはた武田の手を借りてでも道を正さねば。信康の反乱に乗じて三河を制し織田討滅の布石となす。騎馬隊かかれ。武田の騎馬隊か。あれを打ち払わなくては信康に近づくこともできない。信康が武田に通じるなど信じがたいが、とにかくこの騒動を収めなくては。信康殿と武田を引き離しましょう。両者の連携を立てば戦も収まるかと。敵将おふったり耐えきれん。引かせてもらう。策を用いて信康殿と武田を引き離す。その前に砦を押さえておかねばならぬ。開門。信康の真意を確かめるまで引くわけにはいかないわね。瀬名、そうだな。私も同じ気持ちだ。しかしこうなった以上助ける道は。まさか家康様と戦うことになろうとは。受けてみよう。信康様は事を請求に運びすぎたのでは。重津倉に迷いが見える。今ならまだ解き伏せられるかもしれない。信長に従っていては徳川も先がない。信康様はそれを見越して事を起こされたのだ。この窮地に私は何をすべきなのか。数の差さえ追い払えば忠世は我らに味方してくれよ。家康様に弓引くなどやはりできませぬ。どうか悲惨をお許しくだされ。承知。晴れた。家康様の信じる道を支え信康様の過ちを正さなくては。織田殿は裏切りを許さねえお方だ。徳川の命運は始末のつけ方次第でしょう。始末。桃地殿がその見届け人というわけか。よしょ、本田平八がのしてやったぜ。叶う相手ではなかったか。武田の騎馬隊が破られた。だがもはや後戻りなどできぬ。あちゃ、信康に改心する気はねえような。さあ家康殿、どうなさるおつもりだ。信康は何故固くなに。本田平八がのしてやったぜ。引かせていただこう。開門。お見事にござった。叶う相手ではなかったか。トンボよりもあっけねえのな。悔しいがここまでか。よし、武田勢に向け偽の伝令を放て。
勝頼様、お耳に入れたき義が。何？信康の寝返りは偽りだと？そんなはずはないと思うが。今はまだ撃たれるわけにはいかない。迎え撃ち、相手の勢いを削ぐのだ。開門。信康方の将を手早く倒すことができれば。だが武田は信康に戦意なしと見て引くかもしれない。おやおや、信康め改心するどころかますます牙を剥いてきなすったか。信康は身内を傷つけるような子じゃない。きっと誰かにそそのかされて。きっとそうよ。これっぽっちじゃ満足できねえ。妙にあっさりとやられたな。やはり信康は家康と共謀して武田を陥れようと。まずは思惑通り、私の出番。これで信康と武田勢を引き離せるといいのだが。どうも信康は信用できぬ。下手に動けば何をされるかわからぬぞ。どうした？なぜ勝頼殿は動かぬ？援護がなくては我らはどうしようもない。任せろ。承知。勝頼様も信康殿も何をしておられるか、刺して待つだけでは勝てませぬぞ。開門。見えてるぜ。武田方の足並みが乱れた今こそ正念場。敵を蹴散らすのだ。この気配、いざものかい？なぜこんなところで。伊賀者が敵方に武具を届けているのか。見過ごすわけにはいかねえ。信康め、周りの連中にばかり戦わせて、てめえは高みの見物か。とんだ卑怯者ですね。信康はもとより我らと本気で戦う気などなかったのかもです。知らない。現に武田に通じて兵を挙げているんだ。この言い訳が通用するわけねえでしょう。信康が動かぬがゆえに多大な犠牲を払う羽目になった。これ以上戦ったところで武田に利はない。引き上げるぞ。開門。待ちなさい。信康を見捨てて自分たちだけ逃げ出すつもり、許せない。阻止はできた。何故伊賀者が武田方に手を貸すようなんだ。たやすく三河を取れるはずが、こうも痛手を被るとは話が違う。勝頼殿が敗れたか。どうやらこたびの挙兵は初めから無謀だったのだ。このまま逃げ帰るようでは武田の名が地に落ちよう。私の出番だ。我らだけでも意地を見せよう。徳川の行く末を案じればこそ、私はそのことだけでも伝えねば。開門。おう、任せろ。ようやく信康が出てきたな。家康殿、どうするかはあんた次第だが。信康の行いは許されることではない。教師としてなすべきことをなすのみ。家康、嘘でしょ。仲間を、家族を撃つつもりなの？徳川など恐るるに足らず、覚悟せよ。伊賀者が敗退したと。これでは武具が不足するかもしれぬ。わしの出番だ。おう。
トンボよりもあっけねえのな。かなう相手ではなかったか。悪いのは信康をそそのかした誰かであって信康じゃない。そうでしょ。だが武田と通じ乱を起こしたのは事実。どこを見ている。徳川家の当主として本物にはできない。そんな勝頼様も他の将も次々と。これじゃもう勝てるわけねえ。おう任せろ。全ては私の未熟が招いたこと。この命をもって償いましょう。討ち死に。信康は死んだが、これで一件落着とはいかないでしょうな。家康の身内から謀反人を出した以上、私も厚かましく生きながらえるつもりはない。ちょっと何言ってるの。あんたが死んで一体何になるのよ。せな、これ以外に道はない。それで全てが収まるのだ。聞きなさい。信康をそそのかしたのは私よ。おじ様の仇である信長に従うのはもう限界。まだ信長に従いたいならあんたを撃つ。抜け。もう十分ね。せな。